西雲丸は、独立行政法人会議教育機構が保有する公開練習戦。本項目では、1997年に就校した2代目を取り扱う。東京海洋大学海洋工学部、神戸大学海事科学部、海技大学校、商船高等専門学校、海上技術短期大学校及び海上技術学校の学生、生徒の公開実習訓練を目的として、 建造された公開練習船である。聖雲丸の大船として、住友重機械工業横須賀造船所で建造され、1997年3月4日に、浸水、1997年9月25日に、竣航した。浸水式には皇太子なる人神皇皇太子なる人神皇日政子の行刑を仰いだ。鮮明版の鮮明、聖雲丸の文字は、 当時の運輸大臣であった亀井義幸記号による大きさ、使われ方等、本線の後に建造された銀が丸に近い。船橋は二層構造で航海船橋の真下に実習選挙を設けている。船体中央に第一教室と第二教室を設けるため、機関室をセミアフトに配置している。毎年夏季に75日程度の日数で実施する。 世界一周公開を余裕を持って行うため、公開速力19ノット以上を誇る高速船になっている。2017年7月、星雲丸の実習生3人が自殺、自殺未遂、失踪したことを8月30日会議教育機構が発表した。3人は会議大学校2年の男子生徒で7月から星雲丸に乗船。 約3ヶ月間の訓練中予定であった。同機構はいじめやパワハラは確認されていないとしながらも同じ船で事件が相次いだことを重く見ており、第三者委員会を設置し背景の調査を行った。また国土交通省も対策本部を設置した。2017年10月、行方不明だった生徒 C が10月4日に自宅に戻ったことを同機構が発表した。 健康状態に問題はなく、第三者委員会が今後 C から聞き取り調査を行い、2017年中に調査報告書をまとめる方針を示した。ありがとうございます。